今うち国立演芸場さんに上がらせていただいて、ありがとうございます。本来はね姉妹漫才のニックスちゃんの出番だったんですけどね、はいはい、このお姉ちゃんのエミちゃんの方が顔の右半分が動かないってなんか妙な病気にかかってしまいましたね。妙とか言わないでください。本人はいたって健康、あの元気なんですよ。で自宅で安静にしてなきゃいけないって言うんでね、うちが代わりにね、あの呼んでいただいたんですけど、大変なんですけど、このね国立さんに上がらせていただいてるっていうことは、はい、国の代表に選ばれたってことじゃないですか。いやいや、ニックスも大変ですから、うん、でね、このね、国の代表に選ばれたものとしてね、うん、今話すべきことは何かっていうことを考えたときにね、何ですか、タイドラマじゃないですか。こないだやりましたよね、それね。はい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 。嫌よ嫌よも好きのうちでしょ。いや本当に嫌です。日本人ってこういうとこあるんですよ。じゃあ日本人やめろ俺。オーマイボスというドラマ、まあ、結局やるみたいなんですけど、このドラマ、はい、ほら主演はお二人じゃないですか。知りませんよ。でまずお一人があのウォラニット・ターワン・ウォンちゃんです。知らないって。だからほらほら、あの人ですよ。何ですか。ジラキット・ターワン・ウォンさんの妹ですよ。いやだから知らないし、だからヒントのヒントをくれないと分かんないですよ。で男性の方の主演がおなじみ、うん、きっとおなじみじゃないと思いますよ、ルーク石川プラウデン君です。ほらね、やっぱりおなじみじゃなかった。あ、でもあれですね。何です。今あなたあの石川って言いましたよね。そうそうなんですよ、うん、このルーク石川プラウデン君のプロフィールが面白いじゃないですか。知りませんよ、名前も今聞いたんですから。だってだってだって、はい、お父さんがアメリカ人、お母さんが日本人、うん、で当人タイ人ってどういうこと、こんち不思議なうちじゃありませんかね。あ、なるほど、確かに不思議な家族ですね。でね、はい、このオーマイボスこそね、うん、日本人に見てもらいたいドラマじゃないですか。いやいや、それは知りませんけど、どういうことですか、それは。これどういうドラマかと言いますとね、はいはい、このウォラニット・ターワン・ウォンちゃん演じる、うん、まあ、役名は、うん、ニムって言うんですけど。何笑ってんだ君は。こないだも思ったんですけど、なんだ、あの本名がこんなでね、役名がこんななんですよ。こないだピムだ。いやいや、名前のこと言ってんじゃなくて短いってこと言ってんですよ。でこのね、ご覧に言うとターワンモンちゃんはね、はい、このね日本に憧れてて日本語を勉強してる子なんですよ。おお、なるほど。なんか日本人になんかだんだん近づいてまいりましたよ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、これだけは本当にごめんなさい。何ですか。あの日本に憧れてるって言っても、うんうん、葛飾区じゃないんで。荒川区でもねえわ。でね、ニムは日本に憧れるあまり、うん、日本の広告代理店の大使社に就職します。お、日本に近づいてまいりました皆さん。でこの大使社の支社長をやっているのがルーク石川プラウデン君演じる、またあれなんじゃないですか、うん、ピンとかパンとか言うんじゃないですか。秋月浩二じゃないですか。日本人なんだよ。そうですよ、そうですよ、日本人ですよ。そうなんか、あ、なるほどね。あ、だから日本人の役だから、うん、ハーフのイケメン君を使ってるっていうことなんですね。そういうことなんですよ。と、うん、いうことはですよ、はい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 、この石川さんは、うんうん、日本語ペラペラ、喋れません。喋れねえのかよ。なんだなんだその失礼な言い方は。君なんか日本人だってまともな言葉喋れないじゃないですか、ね、そこ行くとルーク君は英語と対応はペラペラじゃありませんか。2つも喋れれば十分じゃないですか。それさっきからそれやめてくんないかな。それ何ですか。なんとかじゃないですかっていうの。なんで気持ち悪いんだよ。いいこと教えてる。気持ち悪いんでしょ、うん、気持ち悪い時は、うん、一回出しちゃうと楽ね。見てて見てて、これこの指をね、指をね、こうするんです。こういう声で、うん、あ、かわいい、かわいい、学園を汚さないでくださいよ。ちょっと今僕今、はい、お絵で思い出しました。はい、何ですか。君知ってますか。何、タイ人って、うん、お酒飲んだ後平気で車乗っちゃうんです。本当に。本当本当、どのドラマ見てもそうなんですよ、うん、飲み行った帰りに見た平気で車で帰っちゃうんですよ。じゃああれなんじゃないですか。何ですか。あのタイの人たちっていうのは、うんうん、小心者の方が多いんじゃないですか。それどういうことですか。だから、うんうんうん、一杯引っ掛けなきゃ怖くてハンドルが握れません、ハンドルが握れませんっていうね。一杯引っ掛けなければ握れませんよ。それは君の公式声明と受け取っていいんですか。はい。それじゃあ君はタイの人たちは怖いからという理由で一杯引っ掛けなきゃハンドルが握れない、で酒飲んで人跳ねちゃったら大変だからシラフのうちに跳ねちゃおう、で跳ねた死体そのまま置いといたらバレるからどっかへ連れてって埋めちゃおう、で埋めたのはいいけれども車から足がつくといけないからナンバープレートを取ってこの車は南米あたり売り飛ばしちゃおうって、そういう国だと思ってんすか。君は一体タイを何だと思ってんだ。タイをバカにするなよ、失礼なこと言うな。君は、君が言ったんじゃないですか。何をだ。タイの人はお酒を飲んだ後に平気で車に乗るんでしょ。タクシーじゃないですか。